ははい。い、えー、こんにちは今回のシリーズはですね3話にわたって「まあ、変な人 <laughs>」みたいなねタイトルにでもしようかなと今思ってますけどもあのー、やっぱ普通の人私はねそこまで吉田さんとちょっと考えが変わってきたところなんですけどもやっぱね普通の人ってずっと普通の人のまんまでだと思うんですよだから普通の人なんですようんまあ私はそういうふうに思ってますよねうんであの1億とか2億とかポンポンって稼ぐ人ってのはもともと普通の人ではないんですよ 普通の人でないんだけども、普通のコミュニティにいた、普通の学校教育を受けていた、普通のサラリーマン生活をしていたから、その普通をね、押し付けられていただけだと思うんですよね。もしくは普通を演じていただけ。だから枠組みが外れた時に、そういう人ってのは普通でない結果を出すと。もともと普通の人でないんで。でも枠組みが外れても、相変わらずた図が上がらないってことは、その人は普通の人なんですよ。普通の暮らしを送った方が、 最大限自分の人生をマックスにできたはずなんですよね、うん、だからねもうやってもダメだと思いますよ、うん、本当やってもダメとあの普通の人なんだからどんな何、うん、て言うのかなマインドを備えてもダメどんな教育を受けてもダメどんな師匠がいてもダメです普通な人はやっても無駄だと思いますよ、うん、やらない方がいいと思います まあそういうふうなね強烈なメッセージを送ってじゃあ普通の人は永遠に普通の所得なのかって言ったら所得に関しては違います普通の人は永遠に普通なんだけども所得だけ変わるってことはあるんですよそれはですねどんな武器を持っても普通の人は普通のままなんですけどもうん普通の人でも稼げるようなものを手に入れればいいわけなんですよ例えば私は銀行金利だと思ってますよね銀行の金利が年利5%普通の人でも 億万長者ででも5なんですよだったらそれいいいじゃないかって話なんですよ誰がそこに乗っても誰がそこに入っていっても同じ結果が出るものをやれば努力してる人もしてない人も同じ結果これお金ってのはそういういいもんだと私は思いますよねでそれまであのビジネスをしないといけない情報発信をしないといけないとか何かスキルを売り物にしないといけないって思うとこれは本当にね、えー、努力に応じてってことになっちゃいますんで。 あの普通の人を脱出しないと大きな富が得れないってことになりますけども今私がね1,000人ぐらいの即解塾の塾生さんがいてみんな普通の人ですよ本当にあのにんか特殊な能力が際立っているとかんとか社会であの日の木舞台に立ってってことはないですうん本当普通の人ですでもそういう普通の人でも金銭的な余裕だけはあるんですよ例のやつやってるんでそれでいいんじゃないかなと思うんですよ 稼ぎたいって言ってる人がビジネス上手になりましたとかねえ自分の塾を始めましたコンテンツ売れるようになりましたそれはそれで立派ですよ立派なんですけどもそれがしたいことだったんですかっていうふうなことを考えるといやお金が増えればいいんですけどとかね借金がなくなればいいんですけど副収入毎月5万あればいいんですけどつったらいやそれは別に能力高めなくても普通の人のまんまでできますんでこれいきましょうみたいな感じですよねまあそういうふうに今はか考えが変わってるかなと普通の人は ずっと普通でいいんじゃないかなと。うん、で普通の中でもあのー、際立ったものっていうのはあるんですけども、じゃあそれが所得に関わるかって言ったら関わらないと思うんですよ。ソロバンがむちゃくちゃ上手で明らかに普通の人じゃないと思っても、じゃそれで稼げますかって言ったら稼げないと思うんですよね。逆立ちがあのー、ね三十分ぐらいできますとかね普通の人じゃないですよね。でもじゃあそれで副収入毎月5万とか得れますかって言ったら得れないんですよ。 だからなんか大概は普通の人ですよね得意不得意があるんだけども普通の人なんですよそのまま一生終わるんで特別な人にはならないと思いますけどもだから収入を増やすってことで言ったら特別なことをしなくても普通の人のものでいいんじゃないかなと思いますね私はまあ今そんな風に考えておりますさあそれではですねえと今度来てくださるのが28日土曜日ですか28日いいと思いますよ ぜひいらしてください。ええー、と、またね。正確な時間が分かりましたら教えていただければと思います。えっ、ー、とそんなところですかねえー。ちなみにあのー、奥さんが解任中で、もうもうすぐ出産がありますので、宿泊が宿泊を期待されているようだったら、ちょっとこれはねできないですね。で、布団もないんですよ。うちでもそろそろね人を迎えする用意でもしとかないといけないかなと思うんですけどね。 えー、まあ、以上でございます。では、またお会いしましょう。では、よろしくお願いします。